休校している間、伝統あるお寺に子どもたちの居場所を作るという新たな取り組みが八王子市で始まりました。子どもたちの遊び場として開放されたのは八王子市の本龍寺です。普段は檀家などが利用しています。まさに現代版の寺小屋。地域の人が春休み中の子どもの居場所を探していたところ、お寺の住職が快く協力してくれたということです。今日は小学3年生6人が利用し、駒などで遊んでいました。保護者からは安心して預ける場所ができてとても助かるといった声が多く聞かれるということです。本龍寺では今月7日まで一部を開放し、子どもたちが友達と一緒に過ごすことができるスペースを確保することにしています。